次に大島篤志君、はい、大島篤志君、はい、それでは、健康保険法等改正案について質問いたします。これまで2割負担による受診抑制、永瀬効果について多くの議論が行われております。残念ながら政府は900億円という受診抑制の総額を示すものの、個々の患者の健康への影響等についてのエビデンスは示せていません。少なくとも政府が政府案が成立した場合には、2割負担による受診行動の変化やその影響等についての調査は行わなければならないと考えております。政府も大臣も同じ認識ということでよろしいでしょうか。田村厚生労働大臣。以前もお答え申し上げたんですけれども、受診行動というのはさまざまな要因で変わるものでありますから、これが給付というか負担の変化によってそうなったかどうかというのがなかなかわからないと。これは先ほどもございましたけど、例えばインフルエンザが流行ればですね、インフルエンザに行動が移るわけでありますし、さまざま、これだけではありません、さまざまな要因があるわけでございますので、この負担がどうのこうの変わったからといってですね、どのような形で医療の内容が変わったかというのはなかなかですね、分析ができない。で、今までもやはり言うなれば、すべての方々といいますか、一般的に、これはそうですねというように、周知が認めるようなですね、研究というのはなかなかで、それぞれ研究があります、ありますけれども、我々としてはですね、周知が認めるような形での、皆さんがそうだねというような形でのですね、研究というものはなかなか見つかっていないというふうに認識いたしております。大島篤志君。大臣、あんまり長い時間このことで費やしたくないんですけども、やらないとするとまた改正案出てきたときにはここから議論が始まりますよ。ここから延々とこれ始まるので、今回永瀬効果と言われているものについて900億円、本当に正しいかどうか、どういうような受診抑制が行われるかどうかについては、これはやはりね、準備して検証できるような体制は私ね、取っておいた方がいいと思うの。やっぱりそれはね、これまでの議論のやはり考えるとやっぱり必要なことだと思うんで、その点について手短にもう一度答弁願います。田村厚生労働大臣。何名も申し上げて申し訳ないんですけれども、何をもってして例えば給付がどう変わったのか、総給付がどう変わったのかということをですね、なかなか分析できないということで申し上げているわけでありまして、そこではご理解いただきたいというふうに思います。大島篤志君。理解はできないんですけれども、次に進みます。2割負担の配置措置について先日の質疑で、複数の医療機関を受診しているような場合には申請をしない人が多く出るのではないかとの懸念があることが指摘されておりました。配慮措置は高額療養費の仕組みの中で行われるということですので、確認いたします。初回は高額療養費の申請で申請が必要ですが、2回目以降は複数の医療機関での窓口負担の合計が条件額を超えているような場合でも、申請なしに自動的に登録した口座へ払い戻しされるということで、これはよろしいでしょうか。念のためです。この認識で正しければ、その旨を後期高齢者医療公益連合から後期高齢者に周知するよう再度通知していただけるようにお願いいたします。浜谷保健局長。お答えいたします。ご指摘のとおり、今回の配慮措置につきましては、高額療養費の枠組みで実施することを予定しております。で、高額療養費につきましては、同一の医療機関内では現物給付か、いわばその上限額までしか支払わなくてよい取り扱いとされておりますけれども、ご指摘のとおり、複数の医療機関を受診した場合には、現物給付ではなく、申請に基づきまして、償還払いされます。で、75歳以上の方々の約5割以上が複数の医療機関を受診をいたしております。で、75歳以上の高齢者に対する高額療養費の支給につきましては、ご指摘のとおり、現行制度におきましても、初回に高額療養費の支給を申請いたしますと、再度の申請は不要でございます。それで登録された口座に保険者であります後期高齢者広域連合から振り込まれる運用となっておりまして、
今回の配慮措置についても同様の取り扱いを考えております。またこうした現状の取り扱いを踏まえました上で、今般の窓口負担の見直しにあたりましては、配慮措置を受けるべき方に確実に受けていただくことが極めて重要であるというふうに考えております。そのためには、例えば、ご指摘のとおり、現在でも多くの広域連合におきまして、高額療養費の申請書を、申請勧奨の通知を行う際に同封しておりますけれども、今回の配慮措置につきましてのその取り組みを徹底すること、あるいは、また2割負担の対象となる高齢者の方に、事前に口座登録をしていただくことによりまして、初回申請もなしで、その口座に自動的に振り込む仕組みとすることなども考えられると思います。今後、広域連合等と具体的に協議を進めまして、対象となる方に配慮措置が確実に行き渡りますよう、しっかりと対応してまいりたいと考えております。はい、大島敦君。前回の質疑で、子どもにかかる国民健康保険料の均等割の減額措置の拡充について質問しました。大臣からは低所得の世帯では非常に低い負担となる旨のご答弁がありましたが、少子化対策として子育て世帯の経済的負担を軽減する観点からは、所得にかかわらず保険料負担を大幅に軽減する必要があるのではないでしょうか。参考人質疑では全国市長会の前場参考人から今後の対象範囲の拡大について引き続き地方側と協議してほしいとの要望もありました。前回の質疑では大臣は今後の方向性について明言されませんでしたが、対象拡大の検討や議論を行うつもりはあるのか、改めて大臣に伺います。田村厚生労働大臣。今般の均等割の軽減でありますけれども、一つはですね、実際問題、国の方もですね、未就学児童に関しましてはですね、窓口負担2割にしているということで、子育てといいますか、子どもたちに対して、いろんな形で対応をさせていただいているということがございます。一方でですね、均等割に関しましては低所得者の方々からもですね、いただいておるということでありますので、そういう意味からですね、今般、言うなれば未就学者の方々に関して、すべての世帯において2分の1軽減というような形にさせていただきました。で、今委員がおっしゃられたその対象の拡大というのはですね、多分年齢を引き上げるという意味合いなのかなというふうに思いますけれども、いずれにいたしまして対象拡大しようとすればですね、その分だけやはり財源等々が必要になってくるわけであります。今現状ですね、今回これ提案させていく中において、財源というものを均衡させる中において提案させていただいておるわけでございますので、現状においてはですね、なかなかこれに対して対象拡大ということをですね、ここで申し上げるということは難しいということであります。大島敦史君。次に移りますけれども、先ほどの永瀬効果ですか、今後ね、永瀬効果ってワードを使わない方がいいと思います。やっぱり今回検証しないんだったら、今回の改正のその後について、だからもう永瀬効果ということはもう使わないで、だったら法案を今後僕ね出した方がいいと思います。それぜひ検討してください。じゃあ次へ移ります、ね、尾身先生ありがとうございます。これまでずっと中島委員がイベルメクチンのことについて質問しておりまして、実は私の地元なんですけども、アストラゼネカ社のワクチンが承認されれば重点を行うのが第一三共バイオテックのワクチン工場なんです。これは10年だったかな、箇所付けされて完成しているワクチン工場でして、どうしてこのワクチン工場ができたかというと、大村博士なんです。これ昔は私が小学校の時には農事試験場があって、農事試験場があって、そこの払い下げ、条件としては大学か病院または研究施設に限られてました。で、当時北里研究所をこの副所長であった大村先生、イベルメクチンの特許料が
結構この研究所の方の収益に結びついたものですから、この特許料を使いながら、この今の北里大学メディカルセンターを作ったという経緯があって、でノーベル賞を受けられて、2017年の8月5日に私の母校の中学校に隣接する文化センターの前で顕彰碑が設置されておりまして、中学生がこの大村先生のこの顕彰碑を見ることによって、将来はしっかりこう人物になって、なるべく努力していただきたいと、まあ、そういう大村先生の謝辞もございまして、ですからこのイベルメクチンについては、ぜひ厚労省としても、まあ、しっかり、ね、検討してほしいんです。ですからこのイベルメクチンについて、イベルメクチンが新型コロナウイルス治療薬として有効であると言われていると、北里大学がイベルメクチンの新型コロナウイルス感染症治療薬として有効安全性について試験を行っていると聞いております。治療薬として承認するためには有効性を証明し実用化する必要があります。まあ、政府がどのような取り組みをしているのか、で特に今後どういう取り組みをされていくのか、ぜひ、ね、ご答弁をお願いいたします。庄林健康局長。お答えします。治療薬の研究開発については政府としても一日にでも早く国民の皆様の不安を解消できるようさまざまな取り組みを進めており、政府として日本医療研究開発機構 AMED の事業などを通じて研究開発を支援しているところです。イベルメクチンについてはさまざまな研究論文が発表されており、その評価が定まっているものではないと承知しております。そこで現在ご指摘いただいた北里大学を中心に医師主導治験が実施されており、AMED を通じて支援を行っているところでございます。加えて軽症者の多くが自宅または宿泊療養施設で療養されていることに鑑み、自宅または宿泊療養施設における被験者への治験薬の投与に関する留意点についてお示しするなど、治験の推進に進めているところです。いずれにしても有効性安全性が確認された治療薬をできるだけ早期に実用化し国民に供給することを目指して取り組んでまいりたいと考えております。はい、大島敦史君。大村博士は私もこの顕彰碑の設置の効果の除幕式に出たんですけども、まあ、碑文にあるような立派な人物になるべく努力してほしいと、その子どもたちがと申しておりまして、やはりこのイベルメクチンについてはさまざまな医薬があると思います。ですから費用についてはね、あまりそのさまざまなその医薬について費用についてはしっかりとね援助してほしいと大臣は思っているの。あまりこの最初からこう蛇口を閉めるよりも、最後までやってみてしっかり検証を行うことが必要だと思うので、大臣からもね一言ご答弁いただけると助かります。田村厚生労働大臣。私が多分国会で私が一番初めにイベルメクチンっていうことを申し上げたんだというふうに思いますが、当時アビガンという話が多かったものでありますから、イベルメクチンという薬もですね、これは経口で使える薬でございますので、今治験という形で多く利用をしていただいておりますというお話をさせていただきました。それで期待をさせていただいている薬の一つであることは間違いありません。ただ一方でですね、いろんな評価がございます。本当に評価定まっていないんです。効くと言われる評価もあれば、あまり効果がないと言われる評価もある。だからこそ今治験をやっていただいているわけでございますので、制度にのっとってですね、それはしっかりと支援できる部分は支援させていただきたいというふうに考えております。大島敦史君。今後もこの問題は取り上げていきたいと思いますので、今日はこのところでこの問題は一回閉じます。尾身先生ありがとうございます。これまで尾身先生には何回も申しておるんですけども、
今の政府の枠組みだと尾身先生が全部責任を負ってしまうような感じがしています。やはり医療関係者は医療関係者の分科会があり、経済関係者は経済を中心とした分科会があって、それぞれの分科会の意見を政治が判断すると、いや政治として何をしたいのかしっかり明確に示さないと会話出てこないと思っています。オリンピックをやりたいのか、あるいは感染者数をできるだけ減らしながら経済を動かしていくのか、その政治の目標によって対策が違うかもしれない。一人でも命を救うっていう、これも大切な選択肢もあると思うので、あくまで尾身先生が出されるのはそれぞれの政治の目標に対して専門家としての見識を示されるっていうのが尾身先生の役割だと思ってます。それで今日は脇田先生にも来ていただいてるんですけども、感染研も15、5年ぐらい前に訪問何回かしたことありまして、当時は新型インフルエンザの対策にずっと取り組んでいたもんですから、感染研の研究も時々見させていただいております。で、尾身先生に伺いたいのは、今の現状認識、感染爆発というのは私の感じ、去年も1月の15日まで中国に行っていて、日本の経営者の皆さん、あるいはイオンモール、あるいは日系企業の自動車工場、あるいはハイテクベンチャー中国のご取材してても一切このコロナウイルスの話は出てないんですよ。15日の時点ではこの中国においては。でその後18日に万願家ですか、武漢というところは大きな宴会をやる日が1月18日ですから、そこで武漢は二次会三次会の文化ありますから、感染が広がって23日の都市閉鎖になったと思ってまして、ですから感染爆発はある日突然わっと起きるのが感染爆発だというなんか実感持ってるんです。ですから今のその大阪見ていると、その変異株の感染力が強くなったことによって、普通の生活を普通の従来通りの感染予防をしてたら、それでもわっと来たという私感覚を持ってまして、これは前回の尾身先生のご発言も相当危機感を持ってたご発言でしたので、今後の今のその私の見立てが正しいかどうかについての ご回答をいただければなと思います。でその前に脇田先生には、この変異株ですか、そんなに感染力が相当強いかどうかの今の認識をお聞かせいただければと思います。脇田国立感染研究所所長。はい、お答えいたします。ただいまご質問の変異株でありますけれども、 N501Y と呼ばれる変異を持つ変異株が従来のものよりも感染しやすい可能性があると指摘をされておりまして、英国、南アフリカ、ブラジル、フィリピンから報告されている変異株はこの変異を有しているものであります。またこの英国あるいは南アフリカのものについては重症化しやすい可能性も示唆されているというところであります。で国内での症例について分析をいたしまして、で従来株に比べますと変異株、英国株におきましては約 1.32 倍の感染力があるという分析をしております。また文献的にはそれ以外にも 1.5 倍等の報告というものがあるというふうに承知しております。で我が国の変異株の状況につきましては20日のアドバイザリーボードにおきまして、英国等から報告されている変異株について感染者の増加傾向が継続しているということでありまして、この N501Y の変異を持つ変異株の感染者の増加傾向が続いています。でスクリーニング検査を行っておりまして、大阪、兵庫では約8割、東京でも3割に上昇して、急速に従来株からの置き換わりが進みつつあるという分析をしております。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。今の状況ですけれども、私簡単に言えば、3つあると思いまして、1つは大阪で、大阪についてはもうご承知のように、
今この医療のもう逼迫状態がもう起きちゃってるんで、この期間をどれだけ短くするかということで、まあ今日緊急事態宣言がおそらく出る、それから東京はまあこれはまあ先週今週がずっともう6週以上続いてて、このまま放っておけばですね、おそらく間違いなく早晩大阪のようになるので、今回はまあ大阪のようなレベルでは感染はないんだけど、今日まあ諮問委員会としてはまあ、緊急事態宣言の発出ということを合意したと。それからもう一つ、これは日本全国ですよね、今感染がゼロの県がもうだんだんなくなってきてますから、今の状況は、まあ、感染が全国にも広がりつつ、東京関西を中心にしてますけど、まあ、そういう意味で私は今全体の一言で言えば、まあ、変異株の影響もあって今新たなもうフェーズに入ったということで、これは政府自治体、それから我々一般市民も強い危機感を持って取り組むべき時期に来て、そういう意味では今回の緊急事態宣言というのは、まあ、今日おそらく発令すると思いますけれども、これからしばらくの間我々は今まで以上にしっかりと取り組む必要があると思います。大島敦史君。ありがとうございます。政治としての目標、そのオリンピックやりたいか、あるいは、ワクチン接種が終わるまではできるだけそのこう死亡者数を減らしながら経済も動かしていくのか、やはり政治のどちらの方向を向いているかによって多分対応方針変わってくると思うんですよ。ただ今言えることは、従来通り その私たちが今馴染んでいるコロナウイルス対応の対策のこう生活様式だと多分ね限界に来てるかなと思う。ですから強いメッセージを国民の皆さんに感じていただいた方が感染は収まるっていうのか広がらないのかなと思うもんですから、ぜひその点についても大臣の尾身先生の今後のご発信、専門家としてのご発信をよろしくお願いをいたします。でそれで次に伺いたいのは、このファイザー社の、ワクチンが5月以降たくさん日本に入ってくるってことなんですけども、これ単純に言うとドイツのマールブルクでファイザー社の新しい工場ができて生産余力ができたので、その分が日本に入ってくるという理解でよろしいでしょうか。正林健康局長。政府としてはファイザー社と1億4400万回分の新型コロナワクチンの供給について契約を締結しているところです。お尋ねのドイツのマールブルグ工場から日本向けのワクチンが供給されるかどうかについてですけれど、これ企業情報でありますので、企業の競争上の利益を害する可能性のあることなどから政府としてお答えすることは差し控えたいと思います。大島敦史君。まあ、ただ日経新聞の報道によると、このマールブルクの工場を日経新聞の記者訪問をして、そこの生産されたものが日本に来るという報道を読んだもんですから、やはり全体的な4月に稼働して5月から本格稼働になればその分が日本に入ってくるだけの話かなと私は考えております。マールブルクは非常に私も学生時代に3ヶ月ほど住んだことがある非常にいい町です。マールブルクには多分感染研究所がありますよね。で当時はマールブルク熱っていうのも1960年代あったかと思います。結構その感染症の研究では優れているところかなと考えております。でそれで次伺いたいんですけども、国家安全保障会議でこの1年間新型感染症についての議論があったと聞いてるんですけども、
その内容について一言だけ言えるかどうか伺わせてください。中込内閣官房内閣審議官。お答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症でございますけれども、この我が国の安全にも重大な影響を及ぼす恐れがあるという観点から、国家安全保障会議におきましても、例えば国家安全保障会議緊急事態大臣会合とございまして、そこで我が国国内への感染者の流入を防止するための前例のない機動的な水際対策措置について決定をしてきたということでございまして、新型コロナウイルス感染症対策については国家安全保障会議も必要に応じて適切に関与する形で引き続き政府に時間をたって対応してまいりたいと思いますが、この今回緊急事態大臣会合におきまして決定された事項、その後対策本部の決定という形で発表させておりますけれども、それ以上の具体的内容については公表を行っていないところをご理解いただければと思います。はい、大島敦史君。国家安全保障会議は当時の民主党で私筆頭理事でかつ政策責任者で賛成をさせていただきました。修正案を作って強化しています。私たちはですから国家安全保障会議での議論がここ10年間この感染症についての議論があったかどうかで非常に興味のあるところです。で、私も当委員会で、これは、2006年だから15年前かな、当委員会で、当時はインフルエンザ株についての日本への搬入が農水省で1ヶ月で、文科省で、これは遺伝子組み換えで3ヶ月かかるということで、できるだけ早く してくれって発言をさせていただいて、で当時イギリスあるいはアメリカ日本同タイミングでワクチン株が入ったときに日本だけ劣後になると、これ国民の不満が高まるのではないかなという指摘をさせていただいております。ですから大臣に伺いたいのは、前にも厚生労働大臣をされていて、この国家安全保障会議の中でやはりこういう議論、安全保障の観点からのワクチン接種の議論というの、ワクチンの開発の議論というのがなされたかどうかについて、ご答弁いただけるとありがたいの、分からなければ言えないだったら言えないでも結構ですの。田村厚生労働大臣。申し訳ありません。私自身はちょっと今記憶にございませんので、ちょっと以前の資料を見てみないとですね、今にわかに私の方からはご回答できません。大島敦史君。ありがとうございます。その点が一つですね。それでもう一つ伺いたいのは、今回の前回もここで質問させていただいたんですけれども、ワクチンのこの接種のシステムですか、山本副大臣からは行政、地方自治体の皆さんには責任は負わせないという発言をいただいてありがとうございました。でやはり今医療の接種の現場は結構混乱をしています。マスコミ報道等だとどうなってんだいってことで来ると、内閣多分役所の方からは政府の方からはしっかり入力しろよって言われちゃうし、現場はなかなか追いついてないところがあって、本当にこれはね、負荷かけるっていいのかどうかっていうのがあるんです。で、政府参考人に伺いたいのは、まずは、どのくらいの費用がかかって何人ぐらいが従事しているのかお知らせください。尾身先生、脇田先生、ありがとうございます。尾身先生、ありがとうございました。内山内閣官房内閣審議官。お答えいたします。ワクチン接種記録システム VRS の開発運用については、内閣官房情報通信技術総合戦略室で担当しておりますけれども、他業務との兼任のものも含めて4月13日時点でシステムの構築に19名の職員が関わってございます。また今回のシステムに関する費用としましては、システムの開発運用について約 3.9 億円、タブレットの調達につきまして約 60.7 億円の契約を結んでございます。大島敦史君。ご内閣府の副大臣たる山本副大臣に伺いたいんですけども、これ結構な費用がかかってるんですけども、あまりね、政府のメンツでこれ全部入力しろっていうのは酷だと思います。
で、もともとこの間のご答弁で、接種しなくても罪いいです、よくはないんだけど、事後的にペナルティーはないという話でした。これ完璧に入力しないとね、機能しないのがこのシステムだと思ってるの。ですから早めに自治体にこうその旨を通知して大丈夫ですよと、まずワクチン接種を優先してほしいっていうことを言われた方が私はいいと思うし、この忙しい時期に20人の役所の方をね、このシステムに従事させてることがね、他にもってやることあるかもしれないなと思ってしまうので、その点について手短に答弁していただければと思います。山本内閣副大臣、申し合わせの時間が来ておりますので、前回もご答弁申し上げましたけれども、この記録システムに関しましては、この利便性という意味で、まずはワクチン接種、これをしっかりやっていただくことが大事でございますので、事後で、登録することが大丈夫でございます。その意味で事後的に接種記録を入力していくことを含めまして、しっかり自治体とは今連携を取らさせていただいておりますので、その点も含めて対応していきたいと思います、はい、大島敦君。この間の答弁と若干違うのは、ペナルティは課さないと言ってるんだから、そこはね、お願いしますよ。これから現場は混乱するんですから、混乱する上にもう3600万人分全部タブレットでね、入力しろってね、無理なの。これはそこのところしっかり余計な仕事を全部省いてやらないと、私はね、ワクチン接種が持たないと思うので、その点よろしくお願いいたします。ありがとうございました。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。直ちに理事会を